そういえば海藤のおっさん、気になってたんだけどさ、ヤクザってどうやってなるんだ？なんだって？だからヤクザのなり方だよ。おっさんなら知ってんだろ。映画で見たんだけどさ、ヤクザになるには組長と杯を交わさないとなんだよな。お前まさかヤクザになりたいのか？なんだよ、悪いかよ。当たり前だろ、ヤクザなんかなりたくてなるもんじゃねえ。でも俺はなりたいんだ。なぜ？なぜって。いいか、ヤクザになったらな、銀行口座も作れねえし、部屋借りるのも大変だ。今のヤクザは法でがんじがらめで、しのぎだってままならねえ。悪いことは言わねえ、やめとけ。難しいことはよくわかんねえけどさ、とりあえずなってみなきゃわかんねえだろ。お前人の話聞いてたか？おい、そこの厨房、やっぱりこないだのクソガキ。知り合いか？ああ、こないだのあの頭の赤いバカがホームレスのおじさん殴ってたから追い払ってやったんだ。腕ひねり上げてやったら泣きべそかいてたぜ。お前そこら中でそんなことしてるのか？おいチューバー、この前はよくもやってくれたな。やめときな、今度は腕へし折るぜ。クソガキが、ぶっ殺してやるよ。ジュン、下がってろ。おい、お前まさか。おっとっと、たけん、どうなってんだ。おいてめえ、邪魔すんじゃねえよ。こいつも一緒にやっちまおうぜ。やれやれ、世話の焼けるガキだ。起きろ。あれ、もしかして俺気絶してたぞ。どうなってんだよ、ゲーセンでもそんなことあったよな。俺ダメなんだ。ダメ？刃物、あれ見ると頭ん中が真っ白になっちまう。なんだそりゃ、刃物恐怖症みたいなもんか？気絶するとは相当重症だな。昔刃物で大怪我でもしたか？いや、怪我っつうか、昔親父がコレクションしてるナイフを勝手にいじったことがあってさ、危ないから絶対に触るなって言われてたんだけど、あの頃はナイフとか憧れてたから。それで？そこにちょうど親父が仕事から帰ってきて見つかっちまってよ、大激怒。俺もカチンと来ていろいろ反論したんだ。そしたら親父、俺の腕を持ってナイフを当てて。まさか切ったのか？うん、ちょっと血が出るくらいだけど。ジュン、分かったか。刃物は人を傷つける、使いようによっては相手を殺してしまいかねない。もう二度と触ろうだなんて思うな。いいか？それで刃物恐怖症に。教育のつもりなんだろうが、やりすぎだな。だよな、あのクソ親父、仕事ばっかしてるからちょっと頭のネジが外れちまってんだ。でもまあ、後で俺が刃物恐怖症になったことを知った時は、やりすぎたすまんって謝ってたけど。そうか。なあ、刃物がダメでもヤクザになれるかな？いや、相手がドス出した途端に気絶してたんじゃ話にならねえだろう。はあ、
そうだよな。ヤクザになるならドスくらい扱えるようにならないとだよな。さっきみたいになったらアウトだし、おっさんに助けてもらってばかりだし、情けねえ。ほら、落ち込んでねえで行くぞ。母ちゃんの行方探すんだろ。ああ、ん？よう、桃子ちゃん。あら、カイトさんじゃない。お久しぶり。そっちの子は？息子のジュンだ。え、息子？カイトさん、あなたいつの間に。いや、違うんだ。いろいろと複雑な事情があってね。ミキコちゃんが生きてる？本当に？まだ確証はねえ。だが、カムロ町でよく似た女性が目撃されたらしいんだ。桃子ちゃん、ミキコと働いていた時仲良くしてたろ。なんか心当たりねえかなと思ってよ。2年前、自殺する前に相談とかされてなかった？特にされたことなかったけど、ただ真帆ちゃんのことはずっと引きずってたみたいだったわ。真帆ちゃんのこと？あれ？知らないの？あれは確か4年くらい前のことだったかな。ミキコちゃんの妹の真帆ちゃん亡くなったのよ。なんだって？真帆ちゃんが？嘘だろ。死因は？それが普通の死に方じゃなかったの。放火されたんだよ。殺されたみたいなもんだよ。放火？ なんだよそれ。ご両親もその放火で亡くなっちゃってね。ひどい話だよ。あんまりだよね。ミキコちゃんもすごく落ち込んでてね。真帆ちゃんが唯一血のつながった肉親だったから。当時のミキコちゃん落ち込んだり荒れたりで大変だったのよ。犯人を見つけたら絶対に殺してやるとか言って、そうやって怒ってないとダメになっちゃうような感じで。犯人は見つかったのか？ええ、真帆ちゃんを狙ってたストーカーの仕業だったみたい。放火の後、自分も首吊って死んだんだってさ。勝手に死にやがったのか。やりきりねえじゃねえか。うん、当時のミキコちゃんの落ち込みよったら見てられなかったよ。真帆ちゃんのことはもちろんだけど、ご両親も大恩人でしょ。身寄りのなかったミキコちゃんたちを引き取って育ててくれた人たちだから。それなのに怒りの矛先を向ける犯人も勝手に死んじゃってさ。おい、ジュン、知ってたか？うん、一応俺まだ生まれたばかりだったから覚えてないけど。そうか。なあ、大丈夫か？ああ、心配だね。調査を続けるぞ。そうか。他に母ちゃんが行きそうな場所ってないか？ねえ、あそこは行ったの？ほら、二人の思い出の場所があったでしょ。ん？どこのことだ？とぼけないでよ。カムロシアター。ミキコちゃんから当時聞いてたんだから。あれ、当時は違う名前だったかしら。ああ、おばちゃん、そこ何の場所だ？カイトさんがミキコちゃんに告白した場所よ。お、マジで？一緒に映画見た後、下の喫茶店で告白したんだっけ。だがよ、桃子ちゃん、あそこリニューアルされて
結構変わっちまったぞ。当時の喫茶店ももうねえし。でも思い出の場所であることには変わりないでしょ。今さらミキコがそんな場所に行くか。当時すごく喜んでたみたいだし、カムロ町に来たらふと思い出の場所を見に行きたくなっちゃうかもよ。そうか。なあ、手がかりねえし、とりあえず行ってみないか。まあそれもそうだな。なあ、どうすんだ。まあとりあえず中で聞き込みだな。と言ってもミキコがカムロ町で目撃されたのは1ヶ月くらい前だ。今いる客に聞いたところで目撃証言を得られる可能性は低い。だったらどうするんだよ。今いる客に聞いて意味がねえなら1ヶ月前からこの場にいそうな奴らに聞いてみるのさ。そんな都合のいいやついるか。とりあえず探すぞ。なあ、ちょっといいか。この女性を探してるんだが。誰でしょう。俺の母ちゃんだ。行方不明なんだ。そうなんですか。1ヶ月くらい前にカムロ町で目撃談があったんだ。カムロシアターに来る可能性があってな。見てないか。ちょっとわからないですね。そうか。あ、でもあの人ならわかるかも。誰だ。カムロシアターでずっと働いている掃除のおばちゃんです。お客さんの顔とか覚えるの得意なすごい人で。へえ。その掃除のおばちゃん今どこに。さっき屋上に向かうのを見ましたよ。屋上か。わかった、ありがとな。掃除のおばちゃんらしき人は見当たらねえな。もうどっかに行っちゃったのかな。ミキちゃんどこ、どこ行っちゃったの。なあ、あの子迷子かな。ミキちゃんって言ってたけど。ミキコのことだってのか。まさか。一応聞いてみようぜ。他に手がかりもねえし。ミキちゃんどこ。お嬢ちゃん、ちょっと聞きたいんだが、今ミキちゃんって言ってたよな。うん、迷子になっちゃったの。迷子？私の猫。猫？なんだそうか。君一人？お母さんやお父さんは？お兄ちゃんが下にいるよ。ミキちゃん探してくれてる。親切な掃除のおばさんもね、一緒に探してくれてるんだ。掃除のおばちゃん？なあ、その人どこにいるかわかるか。隣のビルの方に行くって言ってたよ。隣のビルっていうとミレニアムタワーの方かな。なあカイトーのおっさん、この子の猫も探してやろうぜ。なあ、ついでに探してやるか。見つけたら教えてやるよ、お嬢ちゃん。うん、ありがとう。おばちゃん、ちょっといいか。うん、何かしら。あら、あの猫、あんなところに。多分ミキちゃんね。ああ、ミキちゃんって女の子が探してた猫か。あら、あなたたちも探してあげてたの。なんとか捕まえてあげられないかしら。ああ、いや、一応猫も探してたんだが、それとは別にちょっと聞きたいことがあるんだ。それは後でね。今目離したらミキちゃんに逃げられちゃう。なあカイトのおっさん、さっきの女の子困ってたみたいだし、先にあの猫を捕まえてあげようぜ。
そうだな。おばちゃんも猫のことで話聞いてるどころじゃなさそうだし。なあ、ジュン。あの猫をなんとか降ろせねえかな。猫じゃらしでもあれば飛びついてくるんだけど。もしくはボールとか。猫って動くものに反応するだろ。なるほど。動くものか。そいつを猫のいるところに近づけられりゃなんとかなるかも。あの女の子泣いてたの。ミキちゃんがいなくなっちゃって車にはねられて死んじゃったかもって泣いてたわ。早くなんとかしてあげなきゃ。お、反応したぞ。カイトのおっさん、ナイスだぜ。あ、ミキちゃん。あのおばちゃん、ちょっといい？はい、何ですか？俺は八神探偵事務所のカイトってもんだが、ちょっと人を探しててな。この女性だ。綺麗な人ね。誰？俺の母ちゃんだ。行方不明でさ。まあそうなの、かわいそうに。最近カムロ町で目撃談があったらしいんだ。カムロシアターに縁のある人だからここに来たかもしれねえ。おばちゃん、ここで働いてるなら見たことないか？私はここで働いてもう4年になるけど、最近は見てないわね。そうか。あれ、そういえば。ん？何か思い出した？そうよ、あの時の写真。写真？1年半くらい前だったかしら。男の人がね、よく似た人が写った写真を持って聞いて回ってたのよ。ちょうど今のあなたみたいな感じで。男が？それも1年半も前に？なんだか深刻な様子だったわ。母ちゃんが失踪したのは2年前だ。その半年後に聞き込みしてたってことは、どういうことだ？おばちゃん、その男どんなやつだった？何を聞かれた？何しろ1年半も前のことだからね。ああ、でも。どうした？その人に連絡先のメモをもらったんだった。もし何か思い出したら連絡してくれって。なんだって？そのメモはどこに？どこかしら。多分家のタンスに突っ込んであると思うけど。おばちゃん、仕事が終わってからでいいんで、そのメモの情報連絡してもらえるか？謝礼は払うからさ。連絡先はここに頼むよ。いいよ。今日はもう上がりだから帰って探してみるわ。おばちゃん、頼んだぜ。坊や、お母さん見つかるといいね。それじゃあね。ジュン、一旦事務所に戻るぞ。ああ。